米カリフォルニア沖にて停泊中の米クルーズ船グランドプリンセス号にて3月7日現在21人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。乗客2人のうち1人が死亡、1人が重篤という状況です。米クルーズ船の乗船人数は3533人で、日本人を含む54カ国の人間が乗船しています。まさに日本の横浜沖で起きた状況がそのままカリフォルニアに移ったような絵ですが、この状況に対しトランプ大統領は日本の対応と同様に船上隔離を望んでいるのに対し、米 CNN が下船させるべきだと非難しているようです。このような CNN の下船させるべきという論調に対して海外から非難のコメントが相次いでいます。海外の反応、言いたいことはわかるけど、じゃあどうするの？船に留めるのも良くないけど、下船させるのも良いとは思えないよ。乗客を降ろすのが悪い考えだよ。アホな考えだよ。船に留めたら、乗客もクルーも全員感染してしまう。ちょっと待ってくれよ。もしトランプが下船させたら、今度は感染を広げたって批判するんだろう。恥ずかしいな。日本を批判してたくせに何も学んでないとか。じゃあ彼らを君の隣に来させて誰か感染するのか試してみようよ。どうせ嫌だって言うんでしょ。日本のクルーズ船から何も学ばなかったの？いやいや、陸上のアメリカ人を保護するには日本のやり方が一番だとようやく気づいたんだよ。船で隔離することの何がそんなに悪いの？どれくらい病床があると思ってるの？山火事のように広まるのも待つだけで。中国人とグローバリストが悪いんでしょ。今度は俺たちが知るアメリカや大統領や命を奪おうとするのか。じゃあどうするの？カリフォルニアに解き放つの？私の感想、まさにブーメランの典型を見ているようです。もし自分が責任者ならどうするかという多面的な視点を持って改善を願いながら批判をするべきです。ただ気持ちよくなるだけの批判は人を殴っているのと同じなのだと思います。そのような合理性のない批判はこのようにブーメランとして返ってくるのだと再認識しました。